ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな話を紹介するの？今回は、通ると恐ろしいことが起こる坂に関する話だ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、菅の毛坂だ。菅の毛坂？菅の毛って言葉を初めて聞くんだけど。そうだな、菅の毛の由来に関しても話の中で語られているぞ。それでは聞いていただこう。今年の2月に起きた本当の話。そろそろ自分の中でも整理ができてきたので、どうかする。今大学4年で就職も決まり、学校生活も落ち着いたので、念願の車の免許を取るべく、免許合宿に行ったんだ。俺の地元は近畿なんだが、合宿場所は中国地方だった。そこで地元が同じである4人の大学生と仲良くなった。毎晩話をしているうちに、免許合宿が終わったら、お祝いも兼ねてどこかにドライブに行こうという話になった。無事、全員免許を取得することができ、後日、ドライブの日程を決めようということで解散した。その後、LINE で連絡を取り合い、日程を決めた。その日親の車を使えるのが俺だけだった。他の4人は住んでいるところも比較的近くだったため、どこかで集合し、原付で俺の家まで来ることになったようだった。4人のうちの1人にアルバイトがあったため、夜中の1時に俺の家に到着というプランだった。ここからは聞いた話になる。4人は12時に無事集合し、全員原付で出発したようだ。夜中だということもあり、車も少なく快適なドライブだったらしい。4人横並びで交差点で信号待ちをしている時に、信号が変わるとともに一斉に走り出し、どれだけ次の信号に引っかからずに行くことができるか、というレースのような状態になった。レースに夢中になり、ふと気づくと1人いなくなってたらしい。3人が今来た道を戻ると、そいつが原付を脇に止めて困り果ててるのを発見した。調子が悪くて動かなくなったんだそうだ。素人4人だったが、なんとかまたエンジンをかけることができた。1人の調子が悪いので、レースは控えてゆっくり行こうという話になり、そいつの後ろに3人がついていく陣形で走っていた。その後、先ほど原付が故障した1人も何の問題もなく走っていたため、またレースが始まってしまった。気づくと、またさっきの1人がいなくなっていた。また故障かと思い、3人はまた戻ったそうだ。すると、また原付が脇に止めてあった。ああまたかと思ったが、今度は乗っていた本人がいなかった。どうしたのかと、3人は原付を止めて、あたりを探した。10分ほど探したが、見つからなかったため、途方に暮れていた時に、脇の田んぼから、携帯の着信音がしたらしい。この時1時を少し過ぎており、俺が電話したのが、ちょうど行方不明の彼だった。3人は着信音に驚き、田んぼの方に恐る恐る歩いていったらしい。そこは街灯も少なく、とても暗かったという。すると、そこに行方不明だった1人がいた。その時の彼の様子は、まるで恐ろしいものでも見たように、目を見開き、涙を流し、失禁していた。口も開いたまま、泥だらけになり、田んぼの真ん中ら辺で突っ立っていたそうだ。見つけた3人は焦って呼びかけたが、まるで反応がなかった。全員が田んぼに入り、泥だらけになりながら、なんとか彼を引き上げた。ここで俺に、別の1人から電話が入り、風呂と着替えを用意しておいてほしいということと、ドライブは中止だということを言われた。俺は事情がわからないまま、言われた通りにし、待っていた。4人が到着したのは、結局2時過ぎだったと思う。4人は3台の原付でやってきた。彼の原付は置いてきたそうだ。上着で無理やり運転者と彼を縛り付けていた。まだ放心していた1人を4人がかりで風呂に入れ、ジャージを着せた。その頃には徐々に回復しており、なんとか喋るくらいにはなっていた。失禁もしていたため、俺らは気を使い、先ほどのことは聞かなかった。するとポツンポツンと話し始めた。突然また原付が故障し、脇に止めてみんなが戻ってくるのを待っていた。すると道の向こう側で、女の人が忽然と現れて手招きをしているのだという。街灯に照らされ、すごく不気味だったそうだ。話しかけても、決して話し返してはくれず、ただ手招きしているだけだったという。そこから記憶がないとのことだった。俺らは震えながら話す彼に何も声をかけることができず、その晩は俺の家に泊まり、明日、車で彼の原付を取りに行こうということだけ決めて寝ることにした。3人はすぐに寝つき、彼も意外とすっと寝ついた。それを見て安心し、いつの間にか俺も寝てた。これが3時くらいだと思う。4時頃、誰かに話しかけられて起こされた。話しているのは彼だった。俺もう帰らないといけない、俺帰らないと。そう言っていた。あんなことがあったため、驚いたが、しきりに帰りたがるので、
俺は全員を起こして彼を説得しようとした。全員で引き止めたが、彼は、帰らないと、としか言わなかった。結局拉致が明かず、不安ではあったが家に着いたら必ず電話するようにと念を押して、一人が原付を貸して彼を帰らせた。すごく不安だったが、およそ1時間後に電話が入り、無事家に着いたと連絡が来た。原付も自分のものと途中で乗り換えたのだという。俺らは心の底から安堵し、いつの間にかまた眠ってしまっていた。朝10時過ぎ頃、電話で起こされた。彼からだったので嫌な予感がしたが、出ると女性の声だった。電話してきたのは彼の母親で、泣きじゃくりながら彼が死んだと言っていた。朝、彼の原付があったので帰ってきたのかと思い、部屋に入ると死んでいたのだそうだ。驚いてみんなを起こし、住所を聞き、すぐさま親の車で彼の家に向かった。家に着くと警察がいた。彼の母親が外に出てきてくれて、中に入れてくれようとしたが、警察に止められた。昨晩一緒にいた旨を伝えると、余計に見せることはできないと言われた。母親とも引き離され、意味がわからないまま外で待っていると、警察署に来てほしいと言われた。結局パトカーと俺の車に分けられて、警察署に連れて行かれた。運転は警官がしてくれた。取調べ室のようなところに4人座らされ待っていると、中年の男性が写真を持って入ってきて、こう言った。相当の衝撃を受けるかもしれない。怖い人は見なくていい。そして写真を見せられた。全員が思わず見てしまったが、本当に見ていた全員が驚きのあまり立ち上がった。写真には仰向けになり、天井に手を突き出したまま死んでいる彼の姿が映っていた。目は見開き、涙を流し、口からは血が混じったよだれが垂れていた。手は限界まで開いており、血の毛が引いて真っ白だった。中年の刑事はすぐにポケットに写真をしまい、彼の様子を説明してくれた。写真ではわからなかったが、彼は尿も便も漏らしており、白目も真っ赤なほど充血していた。死後硬直では考えられないほど手と腕が硬直していた。また、肩が上から無理やり引っ張られたように両方抜けていたという。一番覚えていることが、肩が抜けているのに、なぜ手が天井を向いたままなのか全くわからない、とつぶやいていたことだ。俺らは震えながら昨日のことを話した。中年男性は黙ったまま最後まで聞いてくれた。俺らの話が終わると一言。田んぼの場所と、はじめに彼の原付の調子が悪くなった場所はどこか、ということだけ聞いてきた。昨晩彼と一緒だったうちの一人が地図で場所を教えると、男性は、そこか、とつぶやいた。その後簡単な調書のようなものを取られ、それぞれ家に返された。原付も警察が回収してくれたようだった。後日、代表して俺が父親と彼の両親に話をしに行った。向こうの両親も警察から事情を聞いていたらしく、ただただ静かに泣いているだけだった。結局、司法解剖は彼の両親が拒否したので、彼の死因は心筋梗塞だということになった。後日、彼の葬式があり、父親と友人と参列した。焼香するために彼の家の前まで来ると、棺桶がなかった。そのまま焼香を終えたが、あの時返さなければという後悔がすごくあり、何としても彼に謝りたかったので、思い切って彼の両親に聞いてみた。すると、彼の棺桶は祭壇の裏にあるのだという。合わせてほしいとお願いをするも、断られた。無礼だとは思ったがお願いし続けると、しぶしぶ了承してくれた。葬式が終わるまで無理だと言われたため、終わるまで全員で待っていた。やがて式が終わり、彼の両親に呼ばれ、行ってみると、そこには棺桶ではなく、箱があった。高さ2メートルほどで、横も2メートルほど、幅は棺桶と変わらない幅だった。両開きの扉が側面についていた。装飾も一切なく、ただの木の箱に見えた。俺らが立ち尽くしていると、彼の両親が、正直私たちでも見るのが辛い、見る覚悟がある方だけ息子を見てやってください、と言った。正直足が震えていたが、嫌な予感がしつつも、俺は両開きの扉を開けた。予想通り、彼はあの写真のままの姿でそこにいた。手を突き出し、おそらくまぶたを閉じることができなかったのか。目の部分には白い布が被せてあった。思わず、ひっと声が出て引きつけを起こしそうになった。俺の父親を含め全員が見たが、みんな同じような反応をしており、中には腰が砕けて立てなくなる者もいた。全員が見終わって彼に謝った後、彼の両親が事情を説明してくれた。腕を下げるには、もう肩も外れているため、両腕を肩から切断するしかなかった。まぶたも、まるで皮膚がそこだけなくなったかのようになっており、閉じることができなかったという。俺らは、ただただ泣きながらそれを聞き、彼の両親に謝った。彼の両親は、あなたたちのせいじゃない、とずっと言ってくれたが、俺らは、ただただ謝るしかできなかった。その後、泣きながら父親に連れられて家に帰った。父親が帰りの車の中で、ふと警察で、中年男性がしたのと同じ質問をしてきた。
地図で説明していたのを聞いたので、大体の場所を言うと、父親も、そこかー、と呟いた。その場では聞く気になれず、その日はそこで会話は終わった。彼の四十九日が終わり、父親に葬式の日のことを聞いてみた。父親は、話半分で聞いてくれ、との前置きをして教えてくれた。俺の祖父が父親に話したことだそうだ。おそらく彼の原付が初めに故障したのは、菅野家坂と呼ばれているところだろう。今では菅野家と名乗っているが、昔は菅野家坂と呼ばれていた。少なくとも祖父が子供の頃はそうだった。当時、菅野家を作る仕事は、あくまでその近辺では、身分の低い人がする仕事だったそうだ。そのため、菅野家一つの値段も安く、ひもじい生活をしていたそうだ。また、差別もあり、かなり虐げられていたらしい。そんな仕事で唯一儲かるのが特注品だった。例えば、規制のものに入らないほど巨漢であるとか、何らかの事情で規制の棺桶に入れられないケースに、特注品を作るんだそうだ。特注品の話を聞き、ガテンが言った。棺桶に入らないほどの巨漢など、そうそういるものではない。父親は続けた。手招きしていたのが女性だという点でも、思い当たる節があるという。祖父が子供の頃、棺桶を作るのがとても上手な、器用な女性がいたらしい。その評判は周囲に広まり、気づくと特注品の注文は全てその女性のところに行ったそうだ。既製品はある程度作り置きしているが、特注品は死後注文が入って、死体が腐る前にすぐに用意しなくてはならない。その女性は特注品であれど、注文が入れば必ず次の日には棺桶を作り上げた。見た目もただの箱ではなく、装飾もちゃんとついており、とても一晩で作り上げたとは思えない出来だったそうだ。ちょうどその頃、不審死が相次ぎ、彼女はそれらの注文を全てこなしたという。しかし最終的に、特注品の注文が彼女のところにしか来なくなり、どんどん私腹を肥やしていく彼女は、他の棺桶屋や周囲の農民からも妬まれ、最後は若くして惨殺されたそうだ。大勢に農具や工具で原型をとどめないほど無残に殺され、田畑の肥やしにされたらしい。父親は、ここからは自分の予想だという。おそらく彼が田んぼの中で硬直していたのも、そのことが関係しているのではないか。手招きしていた女性は、その女性ではないだろうかと。そして、ここまでの話は知っている人もいるだろうが、ここからの話は祖父からしか聞いたことがないから、祖父の作り話かもしれないが、と父親は続けた。例の女性が殺された後、殺した棺桶屋たちが彼女の家に押し入ったそうだ。どうして特注品があんな短期間で作れるのか、特殊な道具、方法でもあるんじゃないか、と探したらしい。すると家には、作りかけの特注品の棺桶と、見たこともない祭壇があったそうだ。特注品といえど、亡くなり方は様々なため、一つ一つの大きさ、形が違う。にもかかわらず、彼女が特注品を先に作っているのを全員が不審に思ったそうだ。そんな最中、不審死が起こった。棺桶屋たちはもしやと思い、彼女の作りかけの棺桶を見に行くと、寸分たがわずぴったりだったらしい。もしかすると、彼女が特注品の注文をもらえるよう、何らかの方法、呪いで不審死を引き起こしていたのかもしれない。そして、それが今回俺の亡くなった友人にたまたま降りかかったのではないだろうか。父親はそう言って口を閉ざした。亡くなった彼の両親は地元の人じゃないので、この話は知らないだろう。友人にも話していない。ただ、もう自分で溜め込んでおくのが辛くて、ここに書き込みをさせてもらいました。長文乱文打文を長々とすいません。あの時引き止めておけばと今でも思うのですが、正直怖かった。体も冷たく、瞬きもせずに帰りたいという彼から離れたかった。本当に申し訳ない。呼んでくれた方ありがとう。これ、村人やらかしちゃってるよね。そうだな、妬みでとんでもない犯罪を犯してしまっているよな。あと、棺桶屋の女性がなぜ特注の棺桶を先に作れたか、っていうのも謎のままよね。ああ、話の中では、女性が呪いで不審死を引き起こしていたから、ってなっていたけど、何か神のお告げ的なもので死ぬ人間が分かってたのかもしれないからな。皆さんはどう思われましたか？コメントもらえると嬉しいぜ。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。